から皆さんが見やすいように後ろの木のところまで下がっていただけますか。後ろに気をつけて木のところまで下がってください。皆さんこんにちは。私はジュラシックパークエリアで恐竜たちの研究や飼育をしているパークレンジャーです。皆さんはもう恐竜には会えましたか。まだですか。では会いたい人は手を挙げてください。皆さん会いたいですよね。実はもうここに恐竜が来ています。どこにいるか分かりますか。そうです、ここに恐竜の赤ちゃんがいます。皆さん赤ちゃんがびっくりしないようその場で静かに見てくださいね。では開けてみたいと思います。この子はトリケラトプスの赤ちゃんです。かわいいですよね。後ろの方も大丈夫ですよ、後でゆっくり見ていただけますからね。では皆さんにここで問題です。このトリケラトプスの赤ちゃん、大人になったらどのくらいの大きさになるか分かりますか。皆さんのお父さんお母さんより大きいですかね。あ、見てください、後ろです。トリケラトプスのママが赤ちゃんや皆さんに会いに来てくれましたよ。さあママがこちらにやってきます。皆さん道を開けてあげてください。ママがここを通ります。皆さん道を開けてあげてくださいね。トリケラトプスという名前には3本の角を持った顔という意味があります。あの大きくて長い角で皆さんがよく知っているティラノサウルスやスピノサウルスといった恐ろしい肉食恐竜の攻撃から大切な家族を守ったと言われています。でも安心してください、トリケラトプスはとってもおとなしくて優しい恐竜なんですよ。あのトリケラトプスのママの全長は約5メートルありますが、トリケラトプスは最大で9メートルにもなると言われています。あのママもまだまだ大きくなるかもしれません。一体何を食べて今60センチしかない赤ちゃんがあんなに大きくなったと思いますか。ご飯は何を食べるでしょう。正解はこの葉っぱを食べてあんなに大きくなったんですよ。皆さんトリケラトプスの口を見てみてください。鳥のくちばしのようになっています。トリケラトプスはこの口で木の葉や木の実を摘み取って食べる草食の恐竜なんですよ。さあママがこちらにやってきてくれました。よかったね、ママが会いに来てくれたよ。では早速ママにご飯をあげてみたいと思います。ママご飯だよ。どう、おいしい？食べてくれました。あ、せっかくなのでこのご飯をあげるお手伝いしてくれる人いますか。はじゃあ元気なお兄ちゃんお手伝いしてくれる。じゃあこっちに来て。びっくりしましたね。じゃあまずママとお友達になろっか。ここ優しく撫でてあげて。そうそう、あ、落ち着いてきたみたい。お友達になれましたね。じゃあご飯あげよっか。はい、どうぞ。食べてくれましたよ。お手伝いしてくれてありがとう。では皆さんに問題です。こんなに大きな体のトリケラトプスのママですが、一日にどのくらい草を食べると思いますか。大きな体ですからね。みんなのご飯より多いかな、少ないかな。じゃあ分かる人手を挙げてください。分かる？皆さん落ち着いてください。すいません、道を開けてください。
皆さん安心して